いつ、怪我して。ここに来るまでに、戦闘の跡がいくつもありました。あの東鉄っていう幻獣と、戦いながら進んできたんですよ、きっと。なんでそんな無茶するんだよ、あのバカ。追いかけるのは簡単ですけど、あの様子じゃ捕まえられるかどうか。また逃げやがった。いい加減頭きた。とっ捕まえてやる。ちょっと待ってください、革命家さん。団体さんがお越しですよ。邪魔すんな。ウェイザーが言っちまうだろ。数が多すぎますね。まとめて片付ける。巻き込まれたくなければ下がれ。え？お前！ギオティーネ。ドールでは見なかった顔ばかりだが、革命軍の連中ではないのか。お前、ドールも出たんじゃなかったのかよ。私が目指す心当たりは場所ではなく人だ。記憶にある人物の顔を手がかりに、ひとまずはドール中を旅しようと思っていた。しかし、あの塔からの邪悪な気配を感じた。革命軍は無事なのか。心配して戻ってきてくれたのか。都合のいい解釈をするな。それよりウェイザーを追っているのではないのか。そうだ、ウェイザーがヤバいんだ。様子がおかしくて。ウェイザーの鎖の魔力が暴走するのを感じた。あのまま魔力を放出していれば危険だ。止めるぞ。わあ。それでこいつらは何者だ？妙な組み合わせだが。ロンに大きな恩がある。ギルサニアからの援軍だ。ドールに救援に来てくれたんだ。妙手、紹介するぞ。ハウラだ。革命軍の名誉幹部の称号を持ってるんだぜ。勝手に意味不明な肩書きをつけるな。そもそも革命軍に入った覚えはない。子供のくせに偉そうに見えるけど、これでも私よりも長く生きてるんだぜ。ギルサニアの領主。そうか、戦力になるのなら構わない。邪魔をしなければ。貴様、私の顔に見覚えがないか。え？新手のナンパですか？いや、気のせいか。少なくとも今はそれどころではないな。今はウェイツァを追う。貴様とは後でゆっくり話す必要があるようだ。元からあいつの潜在能力は高い。許容範囲を超える力を使用したことで魔力の加熱状態が続いてしまっているのだろう。それだけ必死に戦っていたということだ。ウェイザーは何を目指しているんだ。
ロンのところに決まってんだろ。ウェイツァはそんなに必死になるやつだったか。私だってわかんないよ。だから、とっ捕まえて聞き出す。シャオル、さん、ハウラちゃん。いずれにしろ、止めなければ危険だな。私の鎖で、奴の悪意を抑え込む。貴様の力も借りるぞ、領主。貴様を拘束する。悪く思うなよ、ウェイザウェイザ、何考えてんだよ。話してもらうぞ、無茶した理由を。オーロンは助けないと。お前、本当にロンのために。シャオルさん、私オーロンを殺そうとしていたんです。オーロンを殺さなきゃ私が殺されるって脅されて。そんな私は、オーロンは助けてくれたんです。だから今度は私が助けないと。逃げろって言われても、近づくなって言われても、私があの人を助ける番だって。お前一人でどうにかなるかよ。だから私がギルサニアに行って援軍を連れてきたんだろ。シャオルーさんらしくない。ああ、いつもなら逆、私が止めてもギルサニアなんかに行かずにオーロンのところに戻ったはずなのに。それは、貴様らがそこまで深刻になる理由がわからないな。東鉄の群れだろうが、フューザーだろうが、オーロンがいれば問題ないが口癖だろ。どうやら事態は深刻なようだな。ロンがあんなに必死に逃げろって言った。きっと本当にヤバい敵なんだ。でも本当にヤバい敵でも、ロン一人ならきっと勝ってくれる。私たちがロンの邪魔するわけにはいかないだろう。ロンの言うことは絶対だからな。本当に絶対ですか。そうじゃないかもしれないって、シャオルーさんも心配してるんですよね。私も、シャオルーさんと気持ちは一緒です。だから、行きましょう。この先に革命軍の拠点があります。オーロンのところに、行きましょう。シャオル、竜の塔から現れたという敵は何者だ。オーロンは私の鎖を素手で弾き、ボイドに対してさえ挑発的な態度を崩さなかった。東鉄の群れもフューザーの軍も問題にしなかった男だ。そんな男が革命軍を遠ざけて単身で相対するほどの敵と。っていうか、何者なんですか、オーロン。生まれが特殊らしい。父が竜族だと語っていた。突然変異というものの最たる存在だろう。そのオーロンにとっての脅威、私には同族の存在しか思いつかない。同族、竜族ってこと。なんとも同じ。そういえば、あいつの見た目はロンに似てた。ドールに一定の周期で現れる竜、それが同時期に2匹現れ争ったとしたらどうなる。ああ、
同族嫌悪というものか。あんな男が二人もいたらいい迷惑だな。ああ、ロンに喧嘩売ってんのかてめえ。たとえ同じ竜が相手でもロンは負けない。ドールの竜は無敵だからな。ロンをずっと信じてきたんだ。私にとってロンの言葉は何よりも重いんだ。自分の命よりもな。そうやって人から寄せられる思いをオーロンは背負いきれるのか。え、突然変異だろうが、最強の種族である竜族を父親に持とうが、あいつはあくまで人間だ。血も流せば死ぬこともある。子供の時に助けてもらえなかったことを責めた時、オーロンは言ったんです。竜だなんだと吠えちゃいるが、俺も人間だ。できねえことはある。ドールの人間をやられもした。お前にも辛い思いをさせたな。悪かった。お前を泣かせたのは俺の力不足だ。強いから助けを求めたりしない。みんなに頼られるから弱音を絶対に吐かない。それでもあの人は一人の人間なんです。付き合いが長ければ長いほどあの男の力を見るだろう。しかしその分、見えないものがあるのかもしれない。確かにドールの革命軍はオーロンって人の強さ次第で強くも弱くもなる印象でしたね。革命軍の強みはオーロンのカリスマ性だ。しかしその弱みもまたオーロンの孤高の力だ。全然、私はロンさえいればそれで十分だ。革命軍はみんなそうさ。ロン？いいや、なんでもねえさ。ロン。私、ロンのところに行かないと。もらってばかりだった。望んでばかりいた。私たちはロンに何一つ返せてない。革命軍の拠点に近づくにつれてモンスターが集まってくる。行ってください、シャオルさん。こんな場所で捕まってる暇はないです。ウェイツァが一人では不安だ。私も残ろう。ありがとう、ハウラちゃん。師匠。目障りな塔をさっさと破壊しろと伝えろ。春霊や革命軍には恩がある。オーロンが死ぬと目覚めが悪くなる。革命家さん、行きましょう。みんな、漁師も力を貸してくれるのか。ありがとう。待ってて、ロン。やっと着きましたね、革命軍の拠点。あれが竜の塔。死ぬぞてめえ。漁師さん、どうかしましたか？耳を澄ましたりして。何か遠くから聞こえますね。空気を切り裂くような、近づいてくるような。
おう、ルー。ロー！ひどい怪我だよ。こんなにボロボロになって。なに、かすり傷だ。あいつは倒したの？いや、塔から吹っ飛ばされてきた小球士ってやつだな。自分と似た生き物ってのは初めて会ったが、恐ろしいもんだな。そんな。アストリアのところには行けたのか？こいつ、アストリアが認めた漁師だって。よう。よくルーを連れてきてくれたな。ありがとうよ。お前がどれだけ強いかは見ればわかる。それ以前に、ここまで来れたってだけで強さがわかる。だったらこの塔のヤバさもわかるだろう。毒気も幻獣も大したことはねえが、一番はあいつだ。ドールの竜が憎しみをまき散らしてやがる。奴がここから出たら最後、この国は滅ぼされる。一番厄介なのは、あの塔があいつに力を与えていることだ。カオスの加護ってやつだ。負ける気はさらさらねえが、自利品だ。手を貸せよ、領主。あの塔をぶっ壊す。上等。さすがはアストリアが認めた領主だな。ルー、お前は逃げろ。革命軍の拠点に戻れ。おい、ルー、聞いてんのか？やだ、帰らない。ああ？私もロンと戦う。もう、あんたを待ってるだけなんてやだ！ルー。そばにいろって言ってよ、ロン！どうして私だけ遠ざけるのさ？お前だけじゃねえよ。革命軍の誰だって同じだ。誰もここには連れてこねえ。だからお前も。やだ。おい、ルー。やだ！いい加減にしろ、ルー。いつもは聞き分けがいいってのに、どうして今に限って。だんまりかよ。勝手にしろ。ただし、俺の前には出るなよ。邪魔だ。ロン。聞いてたよりも余裕がない人なんですね、ドールの竜って。自分のために駆けつけてくれた仲間を追い返そうとするなんて。か弱い人間なんだよ、これでもな。うちの連中の力量は、俺が一番よくわかってる。ルーにはまだ、荷が重いんだよ。俺も全力で行かないとやられる。領主、お前も気を引き締めていけよ。来るぞ！あいたたたたた、死んだみたいなリアクションやめてもらえます？
全く歯が立たないなんてあるんですね。勝てる気がしないんですけど。いくら竜族でも無敵じゃねえ。あの塔が奴に力を与えているのさ。ああ、あの塔はあいつの分身みたいなもんだな。地中から生えた塔が無尽蔵に力を与えてやがる。ついでに地中から竜が湧いて出てくる。あの塔を止めなきゃあの竜族さんには手が出せないってことですね。どうしたら塔を破壊できるんですか？あいつの分身だからな。あいつを倒せば塔も崩れるはずだ。塔が力を与えるから竜族さんに手が出せなくて、塔を破壊するためには竜族さんを撃破することが必須？そうでもねえさ。塔から現れる竜どもに気を取られてたからな。お前らがいてくれれば状況も変わる。領主、お前に頼みたいのは追払いだ。塔から湧いてくる連中を抑えてくれや。そうすりゃようやくあいつとの対マンに集中できる。ロンがあいつとの戦いに集中できるようにすればいいんだね。ルー、お前は下がってろって。勝手にしろって言ったのはロンだろ。私は私で勝手にやる。わかった。ただし一つだけ命令させろ。死ぬなよ、ルー。余裕のつもりか。この場所にも会いた。国を滅ぼすために決着をつけさせてもらうぞ。そしてこの地を離れる。構うな、ルー。領主、お前らは塔から出てくる竜を防げ。こいつとは俺がやる。頼むぞ領主、全力でやるからよ。ルーに怪我させんじゃねえぞ。無駄だ。塔から俺に流れてくる力が傷を癒し、俺に力を与える。頼りない人間などから力を得ていると錯覚するお前に、抗えるような力ではないのだ。こんなにいいようにやられるのは初めてだな。と、その先にあるカオスの力か。手に負えねえ。怠慢に持ち込めたはいいが、正直自利品だ。このままじゃまずいか。終わりだ、若造。ナイフ。ロンに手を出すな、イツキ野郎。塔がなければ何もできないくせに、お前なんかロンの足元にも及ばないね。私が相手になってやる。ロンに手を出すな。よせ、うん、私がいる場所はロンの隣だ、後ろじゃない。私だってロンを支えるんだ。負けないでロン。思い上がるな、人間。竜を守ることなど人間にできてたまるか。やめろ。
どうして、助かったぜ。なぜ守る、人のために戦ったところだ。待っているのは失望と裏切りだ。人間どもの目はいつも同じだ。そんな目を投げかける人間など守る理由はない。さっさと諦めたお前にはなかろうが、俺にはあるんだよ。神家だが、守ってやりたくなる存在がな。ああ、思い出したぜ。ありがとうよ、ルー。やらなきゃいけないことがあるよな。ロン。力が増した。お前が負けるなって願ってくれるならよ、その願いを叶えないといけないよな。息子が帰ってこねえって嘆くばあさんがいる。戦いを見なきゃ目覚めが悪いってぼやくじいさんもいる。学がない分、体力が余ってる連中も、生まれたばかりの赤ん坊もない。耳を澄ますまでもなく求める声ばかりだ。お前には聞こえないのか、それとも聞く気がないだけか。力を増している。だが俺は竜だ。心に響いた願いを乗せる。人間どもの儚い願い程度で俺を倒せると思っているのか。竜の塔から力が注がれていくのが見える。なんて力。絶望も知らないくせに分かったような口を聞くな、若造が。心配そうな顔するんじゃねえよ、ルー。こんな義務不全に俺が負けるかよ。俺はお前らの願いを背負ってるんだ。負けられねえ。こいつは、お姉ちゃんたち、ロンを助けてくれるの？私たちはロンのところに行けないの。毒が出ているから近づいちゃダメだって。ロンが守ってくれるのに何もできないの。お願い、領主さん、ランを助けてほしいの。これ、何？耳元でギャーギャーと。相変わらずやかましい連中だぜ。
せえな。まったく、目が覚めただろうが。ロン、ドールを守って。おう。おう。おお、負けるかよ、あんな雑魚に。雑魚だと、カオスだかなんだか知らねえがよ、陰気くせえ力なんぞにドールの人間が竜に寄せる願いが負けるかよ。願いを乗せて竜は空をかけて人間に力を与える。だがよ、竜が力を失った時には竜に力を与えるのは人間だ。カオスに与えられる力より強いところを見せてやるよ。与えて与えられる、積み重なって連なった思いを、人間の力ってやつをな。負ける。俺の憎しみが人間に。絶望も憎しみも反動の感情だ。人間への希望も愛も持っていたんだろう。思い出せるといいな。地べたに落ちて這いずり回って人に触れて出直してきな。塔が崩れる。おらー、勝ったぞお前ら。塔もぶっ壊してやったぞ。酒を持って戻ってこいよ。今日は宴会だ。いやいやいや、それどころじゃないですよ。よしさん、早くこの場を離れないと。よし、お前も付き合えよ。アストリアの皇帝即位の祝いも兼ねて派手にやるぞ。